とお昼前に来ました。風は東になるかと思ったんですけど北東のまんまで、あと数日このまんま推移しそうです。北東なんで海はちょっとだけ波立ってますけど、まあ穏やかですねっていうぐらいの北東です。全然荒れてない、船も出てますね、山田に潜ってます。なんか全体的に軽石があるなっていう感じですね。いや違うか、満潮で軽石がずっと置かれてるところを歩いてるのでそう感じてるだけなのかな。昨日とかはその辺歩いてましたもんね。だから歩いてるところが全然違うだけで、軽石多いな少ないなって感じるニュアンスってだいぶ変わると思うんですよね。昨日は干潮の時に来たんで、まあ向こうのね あっちの方、あの岩のラインからしてもうその辺歩いてたんですよね。で砂が多くて綺麗だなって思って歩いてたんですけど、昨日もこのラインを歩いてたら多分こういう同じ景色が見えてるんだと思うので、軽石の量はそんなには増減はないと思います。はい、で北東の風でたまるエリアここですね。やっぱたまってますよね、こんな感じで。これがそのまま残されるんですよね。川の軽石は出たんでしょうか。あ、出たけど半分ぐらいだ。奥のはまだ残ってますね。全部出られなかったんだ昨日。なんでだろうね。あそこで出られた軽石と出られなかった軽石の境目は何だったんですかね。あ、東になった時に出て今もう風こっちから来てるもんね。北東に完全に触れちゃったらもう出られなくなっちゃったとかそういうことですかね。よいしょ、渡りましょう。よいしょ。はい、まあそういうことなんだろうね。歩いてるラインが違うから受ける印象も変わるんだろうね。ここが新しく溜まってる軽石のところですね。まあ、少しずつ溜まってるって感じですね。北東の風だから一点に沖から軽石が押し寄せてきてるっていう感じではないですけど、まあ、これぐらい溜まる分には軽石浮いてるんですよね、やっぱりね。少なくはなってきましたけど、やっぱりダイビングでボートに乗ったら軽石浮いてるところにたまに会うし、転がってますもんね。そうですね、波打ち際軽石がやっぱりもう軽砂利ですけどね、軽砂利が浮かんでますね。ここも北東の風だとたまるエリアですね。でやっぱたまってますよね、こんな感じで。こういうのがなくなればいいんですけど、まあなかなかなくなんないだろうね。でもこれ重機を入れて取るほどの量でもないんだよね。取るほどの量でもないけどなくならないね、やっぱり取らないと。
春休みになって観光客の人は結構沖縄に来たと思うんですけど、こういう風景は見たのかな。でもホテルではもうここまではたまらないように細工すると思うので、まあ軽石が多いなっていう印象はこれは受けずに帰れるかもわかんないですね。あ、最西端の方はあんな感じでたまるんですね。へえ、これは海がある時に来ないとわかんないね。風はこっちから来てるんで、ちょうどここがたまり場になるんだね。だからね、いつもたまってるんだ。なるほどね。はい、こんな感じでたまってます。若干海が上がってきて軽石がまた水に戻ってそのまま置かれるだけを繰り返してるエリアですね、あそこは。よし、じゃあ写真撮りましょう。はい、西橋の川のところまで戻ってきました。ここはあの最西端で北東の風の時に軽石が溜まったところは、今日もすごい軽石が溜まってたんですけれど、ここは軽石は全然ないのに海藻の切れ端だけやっぱりこんだけ溜まるんですよね。この差は何なんだろうっていつも思います。ここにも軽石が溜まっていいはずで、まあ実際軽石も打ち上げられてはいるんだけど、まあ圧倒的に軽石は少なくて海藻の切れ端ばっかり溜まるんですよね。なんでっていつも思います。まあ理由は何なんだろうね。あそこだけ河口で砂が盛り上がってるから海藻はそこを越えられないでそこに堆底するからなのかな。軽石は浮かんでるからね、水面をシューって流されていっちゃうけど、そこが少しだけ盛り上がってるだけであんなに海藻は止まっちゃうのかなっていうことなんですかね。この辺は、海にも軽石ないですね。綺麗ですよ。まあ、北東一緒、昨日の夕方東風には実際なってたんで、ここから北東なんで、ね、基本的に東のエリアは綺麗だと。綺麗ですね。歩きやすい。最東端のエリア行きますけど、雨も降ってないので川も全然変わってないと思うんですよね。でこのため池みたいになってる川に海水が入るほどももう海は上がってこれないと思うので、だん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 横に伸びてこっから川が海に入ってますね。川の水はでも増えてますね。昨日はこんなに水なかったな。ちょっと雨降ったんですかね。
はい、こんな感じです。特にコメントもないっていう感じ。まあ綺麗は綺麗だし、ちょっとは軽石あるけれど、こんなこれこんなぐらいはまあね、もう普通ですよね今はね。はい、じゃあ写真撮ります。これは何ですかね。キャー、これヘビじゃね。何ですかね、海の生き物には思えないけど、ウミヘビの子供なのかな。この細い尻尾はウミヘビの子供には見えないですね。ヘビあんまり詳しくないな。いやーすごい。うわー、キャー、お腹が黄色いです。で尻尾が細いです。うわー、きつー。以上です。